セーブするかい。真犯人は間違いない。犯人は佐藤刑事だ。あら、コナン君、今度は何？立花さんを殺した犯人は佐藤刑事だよね。は？一幕で折れた剣が飛んできたことに腹を立てて殺しちゃったんだよ。ちょっとコナン君、何わけのわからないこと言ってるの？捜査の邪魔だから向こうに行ってなさい。コナン君！ラムちゃん、もうちょっと目を離すとすぐどっか行っちゃうんだから。さあ、もう帰るわよ。あ、ちょっと